牧向遺跡辻地区牧向遺跡牧向遺跡は奈良県桜井市の三輪山の北西六一帯にある弥生時代末期から古墳時代前期にかけての集落遺跡国の史跡に指定されている三世紀に始まる遺跡で一帯は前方後円墳発祥の地とする研究者もいる山大国の中心地に否定する説があり橋墓古墳などの6つの古墳が分布する 辻地区円形建物以降の奥に JR 桜井線牧向き駅。左後方は三輪山、右端には橋墓興奮。遺跡の名称は旧式郡牧向く村に由来し、牧向くの尊名は水人天皇の牧向く玉木宮、敬高天皇の牧向錦老宮より名付けられたものである。2011年現在で把握されている牧向く遺跡の範囲は北は カラスタ川、南は、ゴミ、原川、東は、山辺の道に接する牧、柳井地区、西は、東田地区及びその範囲は、約3平方キロメートルになる。遺跡地図上では、遺跡範囲は、JR 間向き駅を中心に、東西約2キロメートル、南北約1.5キロメートルに及び、およそ楕円形の平面形状となって、その面積は3平方キロメートルに達する。 地勢は、東が高く、西が低い。三輪山、牧高山、穴子山などの流れが、牧高線に合流し、その線上地上に遺跡が形成されている。縄文時代に土石流の流れ込みがあり、被害があったことが確認されている。そのためか、遺跡からは、弥生時代の集落は確認されておらず、看護も検出されていない。銅鐸の破片や土工が2期検出されているのみである。 この遺跡より南に少し離れたところからは、弥生時代中期、後期の多量の土器片が出土しており、方形集合棒や縦穴住居なども検出されている。また、南西側からも多くの弥生時代の遺物が出土している。ただし、薪向遺跡の北高北部下層及び、背年土層からは、機内大部用式末の弥生土器が見つかっており、牧向変年では、薪向一類とされている。 なお、発掘調査を担当した、石野博信は、巻向一類の歴年代としては、西暦180年から210年をあてている。巻向遺跡は、弥生時代から古墳時代への転換期の様相を示す遺跡であり、山大国紀内説を立証する遺跡ではないかとする、研究者から、山大国の最有力候補地ともされる。2011年に、大型建物跡の、 約5メートル東側から別の大型建物跡の一部が見つかり、建物跡は造営年代が3世紀後半以降の可能性がある。ただし年代推定には技術的に誤差が大きく、また多くの遺跡は同じ場所に、弥生時代のものと古墳時代のものが見つかることが多いので、巻き向く遺跡で3世紀の遺物が出土したからといって、 橋墓古墳自体が3世紀のものとは断定できないことに注意する必要がある。石塚古墳の集合からは、キビ系の最新物である古門円盤が出土している。ピークの過ぎた4世紀末には、埴輪が出土する。飛鳥時代から奈良時代にかけては、この地域に死が発達し、大死と呼ばれた。橋墓古墳のことを、宮内町事情では、大死墓というのはこのためである。 奈良時代から平安時代にかけては、井戸井降や土工旧華道などが検出されている。大師と牧書された土器も検出されている。以降は2013年10月17日に、巻向遺跡として国の史跡に指定された。第174次調査で出土した古墳時代諸島の遺物。桜井市立埋蔵文化財センター展示巻向遺跡は1937年に、 同意味ノルによって、大石遺跡として、山都市に紹介されたのが最初である。現在の名称で呼ばれるまでは、大石遺跡、勝山遺跡として学会に知られており、小規模な遺跡群の一つとして研究者には認識され、特に注目を集めていなかった。しかし、炭鉱離職者の雇用促進のための、県営住宅建設及び、小学校建設計画が持ち上がり、 それを契機に1971年より、柏原考古学研究所によって、事前調査が行われることとなった。その結果、幅5メートル、深さ1メートル、総延長200メートル以上の運河状の構造物が検出され、地元の万葉研究者である、吉岡義信らが万葉集に登場する巻光線の跡ではないかと述べたことから、注目を集めることとなった。 川跡からは、木々の縦付遺跡や戸付坂遺跡で出土している特殊機材が出土した。その後も、柏原考古学研究所の医師の広信と、関川久義を中心に発掘調査がなされ、様々な遺構や出土品が広範囲にわたり、確認された。1977年の第15次調査遺構は、調査主体が柏原考古学研究所から、 桜井市教育委員会へと移り、現在も調査を継続しており、調査回数は100字を超えている。2008年12月段階でも遺跡は全体の5%が発掘調査されたに過ぎない。2009年にはいくつかの建物を検出し、巻向遺跡は昨夜砦で囲まれた都市の一部らしいことが明らかになってきた。巻向遺跡発掘に携わった奈良県桜井市。 教育委員会は遺跡の3世紀に掘られた穴、土口から桃の種約2000個が見つかったと2010年に発表した。桃の実は古代祭祀においては穀物として使われており、一箇所で出土した種数としては国内最多である。また2011年にはこの遺跡からマダイ、アジ、サバ、コイなど6種類以上の魚の骨や鱗を確認した。 動物も、イノシシやシカ、カモの骨など千数百点が見つかったと発表した。カラコ、カギ遺跡の約10倍の規模を持ち、東北地方の一大軍事拠点であった、タガ城跡よりも大規模であるとする。また、都市計画がなされていた痕跡と考えられる遺構が、随所で確認されている。マ向勝山古墳、八ツ古墳、石塚古墳、三古墳に囲まれて、 巻向小学校があるまた、地上では確認できない埋没古墳が地中に多数埋蔵されている可能性がある。しかし、同郷、東欧類、マガタマナ、鉄製品などが出土していないなど年代を決定する決定的な出土物は乏しく、ここが山大国であったと決定的なことは言えない。日本全国で作られたとみなされる異物が出土しているが、 中でも大和国に隣接し、古代から交流が盛んで関係が深かった伊勢国で作られたものと伊勢湾を挟んで東側に位置する尾張国で作られたものが多い。また、搬入品のほか、大和で製作されたものの各地の特色を持つとされる土器が多く、祭祀関連以降ではその比率が高くなる。また、これら外来系の土器、異物は九州から関東にかけて、 および日本海側を含むものの九州由来もしくは朝鮮由来の時は非常に少なくこの遺跡が大陸との交易は乏しかったと推定される2013年になって山大国の時期の3世紀に建造されたとされる建物の柱穴が100カ所以上にわたり検出された建物を何度も建てたり取り壊したりしたと考えられる一方で川久義は 義シは人伝によると、卑弥呼は義に頻繁に使いを送り、また、義からも使いや軍人が渡ってくるなど、半島や大陸と活発に交流していたが、巻く遺跡の搬入土器は、北九州由来のものは非常に少なく、また半島や朝鮮との交流を示す環境、五感鏡や刀剣類などが北九州で大量に出土しているのに対し、 巻向遺跡では全く出土していないことから、儀式は人類に見る活発な半島や朝鮮との交流は証明されておらず、巻向遺跡は山大和国の遺跡でないとしている。寺沢薫は、山東県の誕生王と、巻向遺跡とその古墳の中で、巻向遺跡の特徴と特異性を6点に挙げている。3世紀初めに突然現れた。極めて計画的集落で、 規模も大きい。搬入土器が多く、その搬出地は全国にまたがっている。遺跡規模は日本列島最大であり、私的機能を持っていた。生活用具が少なく土木具が目立ち、巨大な運河が築かれ、大規模な都市建設の土木工事が行われている。洞水施設と採取施設は、王権祭祀、王権関連建物、日々の応募に期限する個体 特殊機台、壺など、居住空間遠辺に定型化した、橋墓古墳、それに先行する薪向く型前方公園墳、鉄器生産。また、平安時代初期の大四牧書土器があり、この地位が和名類受章記載のオホ一里に相当すると見られ、日本初期記載の海桜氏も薪向遺跡南に否定されていることから、薪向が後世に至るまで、 指摘機能を有していたことが知られており、さらに、危機では、スジン天皇、追仁天皇、敬光天皇の四季随秘諸木宮、薪むく玉木宮、薪むくひしろ宮が存在したとの伝承が記載されている。寺沢は、このように述べた後、このような考古学的、文献学的特徴をトータルに備えた巨大な集落は、三世紀の日本列島には他に存在しない。 とすれば、三世紀の巻き向く遺跡こそが、大和王権と呼ばれる、列島最初の王権の都宮が置かれた都市であった、可能性が極めて高いと言えると結論づけている。医師の広信もまた、大和側につながる、護岸工事の施された、大溝や、祭祀場が検出されたこと、また、近畿以外の諸地域からもたらされた土器が異常に多いこと、そして、 これらの土器の構成から巻き向くには少なく見積もっても5人に1人は大和以外の国々からやってきた人々であろうと推定されることを論拠として決して自然発生的な村ではなく人工的に作られた都市であるとしている。また次のような指摘も巻き向く遺跡が大和王権発祥の地あるいは大和王権の王都であるとの見解を補強している。橋墓古墳遺跡内に所在する。 橋墓古墳は一般的に定型化した前方後円墳の始まりとする説がある。寺沢薫は薪向く石塚古墳など、橋墓古墳に先立つ薪向く古墳群に属する墳丘墓、薪向く型前方後円墳の概念を用いて捉え、これらを出現期古墳に位置づけている。ありがとうございます。